りました。まずはこの方に登場していただきましょう。キャスト発表第1弾、お名前が発表されております、この方です。はい、愛役の高橋理恵です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。わなんか夢みたいです。ついに来ました、この時が。ついに来ましたし、もう指折り待ってました、この日のことを。いかがですか。本当にその愛役っていう言葉を口にした自分をちょっと信じられないと言いますか、あ、自分これからテレビアニメの推しの子に関わるんだっていうのがちょっと未だに衝撃です。多分推しの子の作品そのもの知らなくても愛ちゃん目にした方って多いんじゃないかなって。多いと思います、あのビジュアル、やっぱり、ね、先生の描く、あのバッとこう華やかな絵を絶対ね、みんなあの紫とピンクみたいな、そうそうそう、わかります、可愛いって絶対思ったと思います、ね、あれ愛ちゃんです。こうしてね、公の場に出るのは初、今日はちょっとね、たっぷりお話伺ってまいりますが、まず皆様ね、そう、アベマの方もそして YouTube もありがとうございます、ぜひあのハッシュタグ推しの子でね、あの感想コメントだったりとか、もう番組そのままご参加いただければね、こちらでも取り上げさせていただきますので、よろしくお願いいたします。お願いします。そう、いやでもね、今日コメントがね、結構流れてるということなんですけど、あの推しの子を原作ファンの私高橋といたしましては、できれば初見で読む楽しさ初見で知る楽しさを大事にしていただきたいので、もう知っている方はそこはちょっとあのね、内緒にしていただいて、あのこね、うまいことみんなで仲良く推しの子を楽しめたらいいななんて思っておりますよ。まあ、いい嘘はついてもいいかもね。そうですね、みんながもっと楽しみになるような空気感作りしていただけると嬉しいなって思います、はい、ではそんなね、推しの子ですが一体どんな作品なのかご紹介してまいりましょう、はい、この世界において嘘は武器だ。地方都市で働く産婦人科医五郎、ある日推しのアイドル B 小町の愛が彼の前に現れます。彼女はある禁断の秘密を抱えており、そんな2人の最悪な出会いから運命が動き出していくといったあらすじでいかがですか、はい、これが推しの子ですそうですね、はい、あの多分原作とか最新までもうたしなまれてる方は、たしなむ、推しはたしなまれている、推しはたしなみ、そうですよね、推しの子はたしなみ、もうあ、こうやって始まったよねって思いますよね。そうですね、あのやっぱり振り返るべきは原点といいますか、ここのシナリオなんですよね、はい、もうね、リエリーさんも原作からファンで、はい、大好きです。まあ、あらすじとしては、まあ、アイドル、嘘、産婦人科医、禁断の秘密、なかなかなワードが並んでますよね。そうですね、やっぱりあの今回もね、すでに出ているようなキービジュアルだったりすると結構可愛い、そうキャラクターもどんどん可愛いの出てくるってね、思っていただくのとってもいいと思うので、そこにちょっとずつこう混ざっていく嘘、禁断とかね、そういったところがおやおや、推しの子ってっていうね、あの楽しみになっていただけたら嬉しいなと思ってます、ですね、原作が2020年かな、始まった時から話題になってましたけれども、私本当に一個人としても愛ちゃんって本当にプロのアイドルだなってそうなんです、そうなんです、ね、本当に、あのやっぱりこの作品を通して愛ちゃんを知ることで、今現役でアイドルをされている方たちのプロフェッショナルみたいなところにも、ちょっとなんか、あ、アイドルの業界ってすごいって改めて感心させていただくぐらいに、愛っていう存在はあまりにもアイドルとしてプロで、その生き様があまりにもかっこいいっていうね、ね、感じでした。だから本当貫いていて、はい、その先がどうなるのかっていうのをね、ちょっとね、テレビアニメでぜひお楽しみいただきたいと思います、はい、ではここでですね、そんな新情報盛りだくさんテレビアニメ推しの子、もう最新映像特報になります、初公開ですね、皆様にご覧いただきたいと思います、どうぞ。もし芸能人の子供に生まれていたらって考えたことはない？容姿やコネクションを生まれた時から持ち合わせていたらって。嘘はとびきりの愛なんだよ。アイドルグループ B 小町の絶対的エース、不動のセンター、究極美少女の16歳、愛。あ、先生、あっちゃー、バレないと思ったんだけどな。やっぱ溢れ出るオーラ隠せないね。君の幸せがそれだって言うなら従おう。だって君はどうしようもないほどアイドルで、僕はどうしようもないほど君のファンだ。
推しの子が動いてる、推しの子が始まる、はい、はい、推しの子です。かわいい、ね、そう、まずかわいいし、でも何か予感させるね、はい、そんな特報をご覧いただいて。